リロイ・ランシング・ジェーンズはアメリカ陸軍の軍人。退役後は日本で熊本洋学校を設立し、熊本バンドの礎を築いた。LL ・ジェーンズと表記されるのが一般的である。明治時代日本では全国と呼ばれた。また、LL ・ジェーンズとも表記される。1838年アメリカ・オハイオ州に生まれる。米陸軍士官学校を卒業して南北戦争で、 北軍商尉として従軍する。最終階級は、公平大尉。戦後、ニューヨークのスカッター家の女性であるハリエット・スカッターと結婚する。スカッター家は、アメリカ・オランダ改革派協会の伝道組織、アメリカンボードの医療選挙で知られた一族で、特に、インドでの活動で知られていた。結婚後の百七十一年八月、アメリカ・オランダ改革派協会のクイド、 古ベっきの圧旋で来日して、陸軍士官学校とイギリスのラグビー校を目指して、熊本洋学校設立に参加し、全教科を一人で教えることとなった。最初の頃キリスト教については言及しなかったが、3年目に毎週土曜日に自宅で聖書研究会を始めた。同志者に転じた熊本洋学校の学生たちこの参加者の中から、キリストを信じるものが起きた。 1876年1月30日に、洋学校の卒業生のうち約40人が、熊本の花岡山に結集して、祈祷会を開き、キリスト教を奉じて、国のために尽くす決意を宣言する、法教主書を朗読して、小崎弘道、海老名壇上、金森通林、宮川常ねてる、横井時を、浮っきたかず忠み、ふら35人が署名した。 この出来事が問題になりジェーンズは解任され、洋学校は同年8月に閉鎖された。閉鎖後、ジェーンズの生徒たち30数名は同志社へ学校に転校して、これが熊本バンドと呼ばれるキリスト教の源流の一つになる。同志社は1879年に最初の卒業生15人を出すが、全員が熊本洋学校から来た学生であった。 ジェーンズが熊本を離れた直後の1876年10月24日に軽神道の乱が起こった。その暗殺者リストにはジェーンズの名前もあり、辛くも命拾いをしたことになる。その後大阪英語学校で英語を教える。ジェーンズは同志社に招聘される予定であったが、体調不良から1877年にアメリカに帰国した。1882年に 妻ハリエットから夫、ジェーンズの日本での不定行為や暴力、家計費の不足や梅毒の罹患を理由に離婚訴訟を起こされる。ハリエットは帰国時に5番目の子を出産したが、日本にいる頃から夫婦仲は険悪だった。ジェーンズによるとハリエットには子宮脱という持病があり、それが起こると精神的におかしくなっていたという。 1884年に裁判所は離婚請求は認めたものの子供たちが父親側についたこともあって父親としてふさわしくないというハリエット側の言い分には証拠がないとして子供たちの親権は上の二人は父親下の幼い三人は母親と分けられることになったハリエットの父親が宗教界で知られた存在だったこともあってこの離婚騒動によって ジェーンズの米国クリスチャン界隈での評価は急落した。判決後ハリエットは3人の子供を連れて、シカゴの両親のところに身を寄せたが、1885年12月30日に脳出血により自宅で休止した。スカッター家では不幸が続き、1890年にはハリエットの妹ケイティが結核で死亡、1892年には ハリエットの弟ヘンリー・マーチン・スカッター・ジュニアが再婚して間もない新妻の母親を殺した容疑で逮捕され、獄中自殺した。ジェーンズとハリエットの次男ロイスは、供述書でハリエットの死にもヘンリーが関与していたのではないかと、ほのめかした。経済的に苦しくなったジェーンズは、かつての教え子、横井時ラの圧戦で再来日する。 来日直前に再婚した妻フロラを連れて16年ぶりに来日し、親とい外国人として1893年から1899年まで、京都第三高等学校と、鹿児島人情中学構造士官で英語を教える。公園で同志社を訪れた時には学生たちに向かって、我が友よ、宣教師に対しては、我が敵よと呼びかける一幕もあったという。在日中、 1894年にはフロラトのコフィルが、1898年にはアイリスが誕生した。ジェーンズは1899年に帰国し、米国では不遇な晩年を送った。1905年にジェーンズを訪ねた教え子の尾崎高堂は、ジェーンズが帰国後、事業に失敗して、負債を抱え、三の瀬金郊のライズ村の山中に身を沈めて、一人暮らしをしていることを知り、 サンフランシスコから見舞い金を送金した後、帰国後熊本洋学校出身者に寄付を呼びかけて、恩師の借金を完済してやった。1908年には、エビナ団長が洋学校出身者から集めた寄付金を持って訪ねたが、翌1909年に入院中のサナトリウムで亡くなった。翌年、浮田和カズら教え子など47名の懲役金が未亡人のフローラに送られた。 次、杉井六郎、日本キリスト教歴史大辞典602ページ。スカッター家は、世界選挙の歴史の中で、最も傑出した、医療選挙の家系であると言われている。一族から42人が、選挙士になった。中村、2006年、188から189ページ。熊本洋学校、前田川広一郎。ロカの芸術収録。NDL ジェンズの自宅は、 ジェーンズを迎えるために明治4年に建てられたもので、熊本県最初の西洋建築であり、県重要文化財に指定されていて、日本赤十字発祥の地と言われている。しかし、2016年4月16日熊本地震のためジェーンズ邸は倒壊した。ジェーンズ邸倒壊、ノーベル書防編集部、旧正大学の青春、ノーベル処防、1984年180ページ。 A.B. なぜ同志者はキャプテン・ジェインズを獲得できなかったのか。森永町一郎、新島研究101号、2010年2月28日、明治時代、日後国熊本の歴史2020年8月24日、閲覧。A.B.C.D.E.F., アメリカン侍、キャプテン・ l l j ジャパン会、g ノーテルファー、プリンストン・ユニバーシティ・プレス、2014年7月14日。 P226。ABCDEFGH 浮田風民と LL。ジェインズ大尉の人間的交流。浮田文庫書館などを通して、石井陽子、同志社断総34号。2014年3月1日。元井康弘。新島城と明治のキリスト社立教文館。2016年。301ページ。ありがとうございます。